CC7102 号機フランス国鉄 CC7100 系電気機関車はフランス国鉄の直流電気機関車である。第二次世界大戦後間もない1949年にまず試作車として CC7000 型が2両製造された。この試作車をもとに量産機として CC7100 型が1952年から1955年にかけて58両が アルストムにて製造された。箱型車体で前面に細長の2枚窓を有する。腰部に帯を締め、その帯を境に上下で異なる緑色の濃淡の塗り分けとなっている。側面は4枚の円形窓を特徴とする。終電装置はパンタグラフを2機装備する。PLM 本線を中心にフランス南部の直流電化区間で運用された。当初は急行。 ルミストラルをはじめとした特急急行旅客列車を牽引したが、晩年は普通列車や貨物列車の牽引に重当された。モーリエンヌ線向けの6両は、同線がかつて第三機上方式で電化されていたため、架空電車線方式に変更される1976年までは終電グッズを装備していた。1980年代には大規模な更新工事が行われ、 その際、スカートの撤去、ひさしの取り付け、フランス国鉄標準系の全商灯、標識等への交換などが行われた。1985年より引退が始まり、2001年に前期が引退した。試作車の CC7000 型は2000年までに引退している。 1954年2月19日、CC7121 号機が3両の客車を牽引して、時速 243km の速度記録を電化間もない、PLM 本線のディジョン・ボールの間の部長付近で出している。さらに1955年3月28日、CC7107 号機が当時の世界最高速度となる。 時速3 2 6トルの記録を出している。この記録は、翌日の試運転で BEB9004 号機が時速3 3 1トルの記録を出したため、わずか1日のみの記録ではあったが、フランスの鉄道技術水準の高さを世界に知らしめることとなった。記録機 CC7107 号機は現在、ミュルーズのフランス鉄道博物館に b b 9 0 0 4号機と共に保存されている。2006年9月2日にはドイツで、オーストリア連邦鉄道の電気機関車タウルス1216-050-5号機が、ニュルンベルク・インゴルシュタット高速新線上で、時速 357km の速度を記録し、電気機関車としては51年ぶりの世界、記録更新となったが、同日に高速新線上のカインリング駅にて、 記録更新機 BB1216-050 号機や51年前の記録機 SNCFBB9004 号機とともに CC7107 号機も展示され半世紀の時を超えた共演が実現したオランダ国鉄の1300系電気機関車は CC7100 型をベースとして1952年から1956年に16両が アルストムで製造された。直流1500ボルト対応、最高速度時速1 3 0トル定格出力3 1 5 9ットとなっている。当初は農生色に晩年は黄色に塗装された。一両は製造の翌年に自己廃車となっており、16両が同時に揃うことはなかった。2001年までに前期が引退した。 スペイン国鉄の276系電気機関車は CC7100 型をベースとして1956年から1965年に136両がアルストムやスペインの車両メーカーで製造された。製造当初は7600系、8600型を名乗った。直流3000ボルト対応。 機関 1668mm、最高速度時速 110km、定格出力 2200kW となっている。一部の機関車は、タルゴ県引用の装備を備えたほか、リニューアル改造車も存在した。2007年現在、前期が引退している。ありがとうございます。